どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。今回もやっていきましょう。甲子園艦隊物語、タイトルを忘れてた大学、さあやっていきましょう。とりあえずね、ちょっとずつ、公式戦に向けて練習しながらやっていきたいと思います。オーダー設定はもうすでにやっておりますんで、なんとかなるんじゃないかなと思います。秋大会なんとか活躍しちゃ勝ちたいですよね、できる限り。やっぱりこれからのことを考えてね。癒しのひとときでもいいんですけど、使うか。じゃあ一気に行きましょう。じゃあ癒しのひとときで、ほい。秋大会向けて頑張ります。いやー、まずはこれなんでしょうね、地区大会には行きたいですよね、なんとしても。お、いいね、一塁の守備範囲広がった。これ大事ですよ、結構。おー、サブポジ結構覚え始めましたね、ようやく。はい、行きましょう。3人、加賀、ヒノキ、瑞鶴。どうしよっかな、信頼度的な問題で瑞鶴を選ぼうかなと思います。じゃあ行きましょう。はい、瑞鶴を注目選手に指定したと。じゃあ行きましょう。ちょっとヒノキが絶不調か。どうしよっかな。でもパワーヒッターのチャンス C でこれだからな。なんか、あんま外したくないですよね、4番と。いっか。なんとかなるでしょう。じゃあこれで行きたいと思います、そのまま。行こう。パワーヒッター持ちは正直ね、頑張ってくれると思うんだよね。で、8番がこれ、外野で長と、に投げてもらうことにしました。あ、しまった。先発投手赤木にしてね、てっきり忘れてた。でも大丈夫かな。相手チームどれぐらいなんか強さか見てなかったな、そういえば。ちょっと見ていきましょうか、それは。はい、行きましょう。秋の県大会1回戦。三原電工。どうだったっけ、三原電工って、ちょっと。怖いなぁ。はい。よろしくお願いします。難易度、どう？こっちは総合戦力 C で言ったら同じぐらいですね。打率がいいな、全体的に。わかりました。おっと、いきなり1失点。マジか。やっぱりちょっと先発間違えたかな。じゃあ行きましょう、追加区。とりあえず、タイムで。あ、サウンドじゃない。代打、これはどうしようかな。スコアか。スコアで見れるんだっけ。投手データで。いいピッチャーだ、石塚。ジャイロボール持ちか。いいピッチャーだな、おい。で、野手は、4番、石塚。うわ、すげえ。石塚一人で持ってる感あるな、どこか。わかりました。じゃあ、プレイ。さあ、どうしよう。とりあえず、じゃあ、ちょっとここは引っ張っていこう。慎重に引っ張っていこう。頑張れ。ダメか。早いな、150キロ。とりあえずはもうヒット打っていかないとダメか、こういうのはね。ほい、行きましょう。転がせ。いや、流し打ちだろ。ミートし。いやー、でもストレートで押してくる気もするんだよな。でも、とりあえずここは流し打ちで。頼むよ。頼む、瑞鶴。おお、さつきの球。よし、どうだ、流し。正面、残念。でもエラー、ワンチャン。ダメか。さすがにそんなうまく。ヒットはで、できた。チャンス。ワンアウトランナー、二塁。来た、昇格。どうしよっかな、昇格。ミートし、送りバントしてもいいんだよな。でも次、8番か。8番だと長とか。ここは引っ張ってこう。引っ張ってこう。慎重に。ボール先行で来る気がする。やっぱりそうだ。慎重打法でよかった。いいよいいよ。しっかりボール見て。よーし、来た、オッケー。落ち、惜しい。狙いはいいんだよ、かなり。どうだ。嘘、高め。残念。そして長戸。どうしよっかな。引っ張りいいじゃん。どうしようかな。ミート慎重引っ張り。ボディいけんじゃない、これ。頑張れ。1年生だけど、でも打率5割って結構打ってる。おー、いいね。見ていいよ。しっかりボール見て。よし、いけ、長戸、さあ、来たー。逆転ツーラン。長戸すげえな。おい、なんだ、お前ピッチャーだろ。すごいね。嬉しいな、これやってくれると。よーし、いいぞ。よくやりました。これ、今の素晴らしかった。そして、5回裏。また、これは誰だ。瑞鶴からの攻撃か。ミート、身長、引っ張りで。おー、当たりいいんだよ、かなり。さあ、頑張れ。よっしゃ、オッケー、ちょうど抜けないか。当たりはいいんだよ、本当に。やばい。ツーアウトランナー、一、三塁。さあ、ここ、どうしよっか。誰投げてる？カシか。カシピッチャー変えようか、これ。ラッキーボーイだけ使うか。ちょっとタイムで、投手交代、赤木、一発持ちだけど、これは出して。カシってどうだっけ？
あー、まあまあまあ、フォアボール、奪三振、勝ち運、低め丸、緩急。でもそろそろ変えた方がいいですよね。じゃあ赤木に変えます、これ。はい、赤木に変えて、はい、これいきましょう。これはもう仕方がない、変えなきゃ。さあ、そしてどうする。伝令で、ここはちょっとね、守備に気合を入れていた方がいいんですよね。すごく気合を入れる。1点も入れられないですから、絶対に。守ろ、なんとしてでも。頼むぜ、みんな。さあ、それでクセモノはワンイニング。まあ大丈夫だろう。1年生だしね。変化球中、いや、タイムでしょ、待って、スコア、自分の投手の投手データ。球速は143キロ。よし、変化球でいこう。変化球中心の、とりあえず引っ張り警戒かな。で、緩急重視でいこう。頼むよ、赤木。ストライク先行、ストライク先行。そう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 。うん、やばい、ちょっと待って、あー、切れる切れる切れる。よし、切れた。よし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 、いいよいいよ。次、よし、よく押さえた、赤木、ナイス。いい系統ができたな、これは。またピンチか、ワンナウトランナー二塁。一発持ちあんだよな、ただちょっと赤木には。そこは怖いですけど。とりあえず、長打警戒、変化球中心の、ここは、まあ、コントロール C だから、臭いとこ攻められると思うんだよね。期待する。どうだ、あー、ボールが。よし、あと、これはどうだ、あー、オッケーオッケー。ちょっと待って待って、危ない。ナイスキャッチ。ツーアウト、ランナー二塁。西尾、1、2年生か、あ、1番。とりあえず打たして取ろう。打たして取ろう。しっかり。ここはね。あー、でも。あー、いいよいいよ。ストライク入れて、ストライク。打たして取ろう。焦んなくていい。だー、ちょっと待って、やばい。帰ってくるぞ、ランナー。マジか、くそ。追いつかれた。うわー、これは激戦の予感がするぞ。まずいな。なんでピンチになる、それで。抑えてくれ、そこは。あー、まいったなー。とりあえず、もう変化球中心に打たせて取ろう、本当に。絶対に4番に回しちゃダメ。4番のあのピッチャーはまずい。よし、起こせた、オッケー。あーぶね。いやー、これはやばいぞ、ちょっと。ワンアウトランナー一塁。ここで点取ろう、さらに。随格。どうしよう。ファイト使うか、ここで。7回裏でしたね。使っちゃおう。はい、調子アップ、みんな。で、強振積極、いや、ミート積極。強振積極のヒットエンドラン。さあ、どうだ、あー、打ち上げじゃなかった、打ち上げやがった。いやー、ダメだよ。まあまあ、一回か。そして、ハグロ。ハグロどうしようか。とりあえず、ヒットエンドランは無理な気がすんな。流し打ちで。うん。頼む。あ、1球ボール。まあ見た。はい。あ、いや、見て見て見て。いやー、くそー。なんとか3ボールまで見たんだけどね。あー、4番からか、ちょっとやだな。うわー。ワンアウトランナー一塁。いやー、怖いなー。妙子、なんで赤木もう変わってんの。バカバカバカ、変えるんじゃないよ、そんなすぐに。しかも1年生でしょ。妙子、ちょっと待ってくれ。怖いなー。あー、ほら、言わんこっちゃない。ほら、言わんこっちゃない。あ、でも、オッケー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 。もうちょっと赤木頑張ってもらって、せめてなんか、長藤出すよ。そしたら、登板させるとしたら。妙子はちょっときついぜ。負けらんないからね。とりあえず、外角へ。おい。さあ、どうよ。おー、1球ボール。まあまあまあ。よっしゃ、ゲッツーコース。あー、さあ、ツーアウトか、危ねー。まあまあ、ゼロに抑えたんならいいや、もう文句言わない。そしたら、最高。あー、9回表、守備。西尾。あー、上位打線か。しかもさっき1点入れられてんだよな。ゲッツーシフトだな、とりあえず。で、コースお任せ。信じる、もう。頑張れ。ストライク、ストライク先行。そう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 。よし、ど真ん中、ナイス。いいね。スピード124キロしかないのによく三振取った。それは素晴らしい。とりあえず変化球中心だろ。直球は無理だ。意外と妙高がいい抑え方すんだよな。これは、無理、ダメだよ、アルカシチャ。あー、疲れてる。タイム、投手交代、投手いない。というか、嘘、ちょっと。ふざっ、仕方ないな。じゃあ、そしたら、こうして、で、妙高とヒューガを入れ替える。これでいこう。最後もう、これ、うん、長戸と真珠。いやー、もうちょっと赤木頑張らせろよって思うんだけど、これ無理か。赤木なんで下ろしちゃったんだろう、一回で。なんかスタミナ C やんだったら、もうちょいやるべきだったんだけどな。よし、よこせた、長戸。いいよ。最高、次。6、7、8と。おい。まずは6つ。どうしよっかな。1年生。ミート身長。石塚がもういい加減ちょっとやばい気がするんだよな。とりあえずお任せでいこうか、これは。あ、ファイト使っちゃおう。もう。さよなら狙おう、なんとか。おい。いいよ、いいよ。しっかりボール見て。
甘いと思ったら、あーしゃしゃしゃ、あでも意外とどう無理か。ナイスヘッドスライディングで昇格。これはちょっとミート、いやなんか積極的にいった方がいい、ミート積極の方がいい気がしてきた。考えてみればクセモノ使うか。ほい頼む昇格、ちゃんとボール見て。あーおーしょしょしょ、いいぞ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 、よっしオッケー、よくわかった。強積極でいこう、積極。ピッチャー変えてきた、市村そして長戸。あー1年生、あでもまあ待ってくれ、スコアで投手データ誰を、市村って、うーわーなんでこういいピッチャー、タイピンチ持ちか、伸びもある、あー伸びしいもって、ちょっと厄介ですね。お祭り男使っちゃいますか、1イニング連打しやすくなるチャンスメーカーで。とりあえず積極打法でいきましょう。でお任せ、はい、お任せが一番信頼度高いらしいんで、長戸頼む、ここでホームラン打ってさよなら、どうだった、ゲッツ、いやワンチャンワンチャンワンチャンある、さあ間に合い、よっしゃよし、いいぞいいぞ、エラーが入った、エラーが入った。そしてヒューガ強心臓使っちゃおう、ここで。ヒットエンドラン行くか、もう勝負だ、ここ強心積極ヒットエンドラン、バカー大バカ野郎、振れせめてボールは、何やってんの、これどうしよっかな、無理な気がすんな、ヒットエンドラン。でもなー、5だから信じよう、よし抜けた、オッケー、これをさっきやってくれよって感じなんだけど。ツアートランナー一三塁、さあラン、そしてバッターが一番に戻る、来た随格、随格今日不調だからな。ミート積極お任せでいこう、もうお任せだ、あいやダメだ、信頼度低いからお任せはちょっと危ない気がする。でも5だからな、行くしかないだろう、頼むよ、よし、うわーくそセーフ、うっそ延長戦かよ、いやー今のは決めたかった本当に、いやーちょっと最初のヒットエンドラン失敗が響いたな本当に。長戸、もう長戸がダメだったらもうどうしようもないから、とりあえず、臭いところ攻めていこう、なんとか伝令で持たせるかスタミナは、だーい、あぶねーやられたと思った、ゆだ抜けたか、一塁やばい、ピンチに広がったよこれ、やらかせないよなこれ。タイムでちょっとどうしよう、伝令か、伝令でこれちょっと褒めまくると、励ますとか残した方がいいな、まだ多分大丈夫だろう。とりあえずは緩急重視でいこう、あーいいバント、ツーアウトランナー一三塁、さあ満塁策を取るかこれは。次バッター何だ、8番か、じゃあここを敬遠して9番と勝負だ、うん、歩いて、あ、OK、さあ次、そしてこの、でも新田2年生、あ打率低いからな、きっと大丈夫だろう、内角をえぐる感じで言ってくれ、頼む頼む長戸マジで、よしオッケーオッケー、取れ取れ、ファースト間に合い間に合い間に合い、よしオッケー、満塁策成功、よかった。さあ裏裏頑張れ、先頭出ようか、ハグロ、熱血使うか、もう延長戦だし、パワーアップ、とりあえず積極性でいい気がするんで、転がせで、はい、転がせでもなんかダメな気がする、確かあれですよね、なんかあのゴロ製造機みたいな、頼む、いやー、あー、オッケー、ファール。今のファールで、よっしゃ、オッケー、よし、イエーイ、ハグロ、マジか、惜しい、今の。イオン抜けろ、あー、流し打ちすげえうまいな。そして、加賀結構一撃あるから、強心臓、チャンスに強いか、ダメだ、チャンスに強いじゃ使えねえや。ミート積極の引っ張り、さよならホームラン打ってくれ、頼む、加賀。お前、なんか意外とパワーはあるんだから、かなり。弾道さんのパワー C で、サードだ、よーし、抜け、まあまあ、いいよ、いいよ。おし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 、いいよいいよ、相手ちょっと集中力切れてるよ、チャンスチャンスチャンス、ここでいこう、お祭り男、はい、いやー4三振か、ヒノキホームラン、お前ホームランバッターなんだから頼むぜ。とりあえずミート積極のこれはもうひどいな、引っ張りで絶不調だからやっぱり全然いい結果にならないな。ゲッツーだけはやめてくれ、せめてゲッツーだけはダメよ、いけパワーヒッター見せろ、あー1球ボール、まあ見せるね、次来るよストライク、どうだ、うーわあ、危ね、仙台ダメか、やっぱり絶不調だとなかなか活躍できませんね。チャンス、強心積極ヒットエンドラン、さあ行け、よし、うわあダメか、正面また延長か、11回、まずいな。そしてピンチを迎えるという、もうスタミナ限界じゃないか、もしかして長戸、やっぱりそっか、伝令で、スタミナをすごく上げる、これはもう仕方ない、はい、伝令かけて、なんとかちょっとここで立ち直ってくれ。変化球中心、長打警戒の低めに集めてボールを、ストライク入れて攻めて、
歩かせてもよしだよ。でも最悪でもできるだけ勝負してこ。やべえ、これはダメ、これはダメ、まずまずまず、帰ってくる、帰って、バカヒューガてめえ、ああ何やってんだよ。うわ、今のエラーは痛い。ヒットだけども一応、でも今のトンネルはダメだよ。帰ってきちゃったよ結局ランナー。まいったね。あ、4番歩かせるべきかこれ。ちょっと待って、いや勝負行こう、勝負。よし、よく抑えた。いや、この4番抑えたんだ、でかい。1点、なんだか、なんだかこの1点守ろう。変化球中心、臭いところを攻めて、うい。さあ、いよいよ。もう長戸限界だけど頑張って。俺は信じる、お前を。どうだ、ストライク。いやー、フォアボール無理か。歩かせる。5番小西。あ、6番か。タイムで仕方ないな、これもちょっと。スタミナ励ますで。少しでも励ましておかないと、これもうまずいよ。ああ、頼むぜ。さあ、ここ。もう長戸は限界だよこれで。敗戦投手長戸ってこれかわいそすぎるでしょ。ちょっともうスタミナ持たねえ。いやー、ストライクを入れてくれ。よっしゃ、オッケー、取れ取れ、おい、ヒノキナイス、はい、よっしゃ、チェンジ。さあ、もうあとないよ、下位打線か、よりによって。でも下位打線でも可能性あるから、6つ行こう。ミート積極引っ張り頼む、6つ、おい、いいね、高速シュート、なるほどなるほど。いや、相手こんないいピッチャーが2人も続くとなるときついぜさすがに。さあ、どうだ、よしよし、あー、ダメだ、ちょっと勢いがなかったボールに。どうだ、いやー、セーフじゃん、昇格。いやー、これはミート積極流し打ち、頑張れー頑張れー、信じてるぞ俺は。よっしゃ、抜けろ、ダメか、失投しろ失投、どうだ、またアウト。長戸投手を代打、いや、ホームラン打ってっからな、ホームラン打ってっからな。もう強心積極で勝負か、お任せ、もう信じるお前を。当たれば行く、きっと長戸は信じる。行け、ミラクル起こせ、ミラクル長戸、ミラクル起こせ。ああ、1球ボール、いいよいいよ、見て頼む。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、次来るよストライク。うわ、ツースリーフルカウント。さあ、次の1球で決まる。長戸、終わった、マジか、初戦敗退。いやー、俺これ、まあ、いや、なんで、なぜ長戸を下ろした。俺はやってないんだけど、マジかよ。うわ、これちょっともう甲子園だって夢のまた夢だぜ、こんなんで負けたらまずいなー。いやー、これは悔しい。ちょっとこれ冬の圧倒的強化が必要ですよね、なんとしても強くしていかないと。あー、せっかく長戸がツーランだったのに、それだけか。点は残念ながら負けてしまいました。はい。うわー、サークルチェンジが、あ、歌詞が覚えた。でもそういうことじゃないんだよなー。ちょっとこれは、あー、評判が最悪で弱小校に戻っちゃったよ。いやー、これきついよ。これはね、ちょっとなかなかハードだと思いますね。というわけで、次回へ行きたいと思います。次回はね、また、何かしらの、分岐点っていうか、そういう、おめでたいことがありましたら、そこからスタートしていきたいと思います。お楽しみに。じゃあね。俺のバギーをマリカーと言わんでくれ。通称、危ない危ない、ちょっと逃げる、落ちろ、やめろ、危ない。あー、なんでランケーブル切れんねん。あーあこれあかんやつや。まだ俺のこと言うのこと言うのってる。危ない、うわぁおー、浮かに当たって止まったな。なぜだなぜだなぜ俺がこんな目に